どうすんの。マスクリモリ。はい、こんにちは、ワロです。はい、ゴールデンウィークも始まりまして、新しい時代ね、令和もスタートしました。いやー、めでたい中なんですけどもね、実は僕怒ってます。あのね、この間久々に漫画喫茶に行ってきたわけなんですよ。まあ普段はね、仕事と、まあ、動画作成とかね、ほんと漫画読む時間なくて全然買ってもないんですけど、この間久々にね、漫画喫茶でもう漫画読みまくったんですけど、そしたらね、今の漫画のね、女の子キャラクター巨乳多すぎ。特にね、ワンピースなんか出る女キャラみんな巨乳なわけですよ。他の漫画もそうですよ。色気で男性読者を、ね、引きつけようとするの分かりますよ。分かりますけども、お前らが分かってねえ。あのね、夜に輝く星っていうのは闇の中にかすかに輝くから美しいのであって、周りが光だらけやったら星っていうのは輝かないわけですよ。それと同じで、普通の中に巨乳がいるからそいつは輝くわけじゃないですか。それがね、どいつもこいつもエッチばっかしやがって。まあ少年漫画はね、いいですよ、まだ色気を感じますよ。問題はね、あの最近のエロ漫画、巨乳なんてもんじゃないね。あれ化け物じゃねえか。もうね、体の3分の1が乳みたいになってんすよ。もうなんすかあれは。なんかね、俺ら男は乳がでかければでかいほどいいみたいに思われてるでしょ。元気玉じゃねえんだから。普通でいいんですよ、普通で。遠くの F カップより近くの C カップでしょ。まあというわけですね、新しい時代令和にはね、そんな間違ったおっぱいの認識を改めてほしい。ほんとね、よろしくお願いします。本題ですが、今年の秋から来年の春にかけてまたね、新しい AirPods が登場するんじゃないかという噂が、僕たちね、 Apple ファンを惑わしてます。リーク情報にね、詳しいミンチェコーさん、この方もですね、2020年の、まあ、前半には全くね、新しいデザインの AirPods が登場すると予測しております。こんな噂もあって、実はこの間発売された AirPods は、あれはね、2018年に発売する予定だったモデルかもしれないということなんです。確かにね、秋のアップルのイベントの iPhone 発表時、あの時に、まあ、Hey Siri に対応しているイヤーポッツが映ってたと。ですから2018年に発売されるんじゃないかと噂されてました。ただね、かなり期待度の高い Powerbeats Pro、まあ、これのね、発売も控えてますので、まあ、そんな中こんな情報出されたらね、これまた購入悩みますよね。そんな中ね、次期 AirPods のコンセプトが登場しましたので、今回はね、それを紹介していきたいと思います。そのコンセプト画像がこちらですね。まあ、この形はね、間違いなく AirPods っていう感じですね。このコンセプトをね、作成したのはイタリアのグラフィックデザイナー、シャコモ・ドーダさんです。まあ一見するとそんなに形状とかに違いはありませんよね。ただ背面はね、今のモデルと違ってフラットな形になっています。これはね、なんか第2世代の Apple Pencil の形をまあ引き継いでるような形状になってますね。そしてこの AirPods のコンセプトなんですけれど、なんとね、磁石でくっつきます。このようにね、左右を磁石でくっつけてまとめることができます。確かね、 BeatsX もこんな仕様でしたよね。まあ、しかもね、 AirPods の中に磁石というか磁力が入ってるみたいなので、まあ、iPad だとか MacBook シリーズのね、ディスプレイの縁にくっつけることができるということみたいです。ただ今の iPad Pro 分かりますけど、今の MacBook シリーズ磁力全く使ってないし、本体アルミだし、ディスプレイの縁にくっつくんですかね。そして、まあ、これを利用したね、新しい充電方法も追加されてます。まあ、こちらのトレイのようなアクセサリーに、まあ、本体を置くことでケースにしまわなくても、まあ、充電ができるというわけですね。まあ、ワイヤレス充電といいますか、まあ、この充電方法もね、第2世代の Apple Pencil とかなり酷似してますね。このコンセプトにはね、なんか第2世代の Apple Pencil の技術がふんだんに使われているような、そんな感じになってます。そして細かいところですと、センサーの形状が直線になってますね。こちらがね、 AirPods のセンサーなんですけども、今のはね、ちっちゃい円形になってますね。まあ、これが直線的なデザインに変わっていると。まあ、こんな感じでね、全体的なデザインは現行モデルと少し変わった感じになってます。まあ、デザインというよりも磁力を使った、まあ、技術や充電方法っていうのが、まあ、目立ちますね。これは現行のね、 iPad Pro と、まあ、Apple Pencil のように、まあ、こういった技術がね、今後の Apple 製品にふんだんに使われていくことも、まあ、考えられますね。まあ、しかしね、 AirPods あんまりディスプレイにひっつける必要性あるかなっていうところなんですけどね。まあ、デスクとかカフェでね、ちょっと外すときには、まあ、確かに便利っちゃ便利かもしれないですけど、まあ、ケースにね、入れなくても充電できる、まあ、これもね、
まあ、環境によっては便利な時があると思うんですけども、ただねケースにしまわないようにする使い方が浸透するとね、逆にね紛失のリスクも高まってしまうんじゃないかなと思います。まあ、確定情報でなくてコンセプトなんですけども、まあ、比較的ねそのぶっ飛んだ進化っていうよりは、今使われている技術をその AirPods に、まあ、引き継いだような落ち着いたコンセプトになってますね。でもこういうコンセプトが出てきているということは新型 AirPods へのね期待の高さが伺えると思います。まあ、ただね今年春に出てきたばっかりですからちょっと怪しいなとも思うんですけども、ひょっとしたらね今後展開される例えば Apple TV プラス、そして Apple アーケード、こういったサービスを集中してね楽しめるような AirPods っていうのがラインナップに加わっても、まあ、おかしくはないかなと思います。今の AirPods で結構外部の音も全然聞き取れるので、まあ、生活の中で使うとすごい便利なんですけども、やっぱりそういったコンテンツを集中して楽しむってなったら、まあ、ちょっと鬱陶しいのかなとも思いますし、今後アップルはねそういったサービスにも力をどんどん入れていくと思いますので、まあ、それをね快適に楽しめるような、まあ、ノイズキャンセルを搭載してより集中できるようなモデルが出てきても、まあ、おかしくないかなと思います。というわけですね、今回は近いうちにひょっとしたら出るかもしれない AirPods の新型、こちらのコンセプトを見てまいりましたが、いかがでしたでしょうか。また皆さんのねご意見もコメントなんでぜひ教えてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオツ。